政府の立場としてはお答えを差し控えるべきであると認識していますが、私の所属する清和政策研究会においては事実関係を精査するとコメントしているものと承知しており、今後事実確認の上適切に対応するものと認識をしています。私について申し上げれば、派閥において事実確認がなされている参事中であり、また報道によれば派閥の政治資金の取り扱いについて刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえて私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。石破議員がですね、今回正しい新聞の女性記者です。長官の回答は8つの言葉だけでいつでも同じですよ。事実確認、認識、差し支える、承知、精査、捜査、最中、慎重に対応。ちょっとやってみますから聞いていてくださいね。事実確認をしていますが、認識は差し支えたい。承知するところでは精査中で、捜査が入っている最中で、慎重に対応したい。どうですか？うまくできました？